ようこそ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけれども、激アツ報酬2倍3倍今週のクイックアップデートまとめです。まず期間なんですが、5月10日から17日の17時頃までで、今週の豪華景品は初代エンティティです。で、この景品は先週は2代目のエンティティで、今週は初代エンティティというわけで、まあぜひね2台とも揃えちゃった方がいいです。音結構いいと思います。で、今週の割引の車両なんですけれども、レジェンダリーモータースポーツから、まあ、3台ね割引来ていて、まあ、その中でもねちょっと珍しい割引かなと思います。今まであんまり割引されていなかったような車両かなと思います。まずセブンが割引となってます。これ顔面もねお尻も結構かっこいいですね。そして続いてフィスター911と、これはねカーミーティングとかやっても結構乗ってる人多いイメージでした。結構人気あるんじゃないかなと思います。続いてこの下に行くと、ベネファクターの車両で、この車両が割引となっています。なかなかこれもね渋い系の車両なんで、ぜひねいろんなねカラーでね綺麗な色でね揃えるとおしゃれかもしれません。では続いて先頭車両なんですけれども、今週先頭車両が一応ね来ていました。で、ストライクフォースっていうね、飛行機なんですけど、戦闘機なんですけれども、まあ、これは格納庫を持っている人が購入することができると。なんでこの車両どうしても欲しいよっていう人が、こういった割引の期間中にね買うのがいいんじゃないかなと思います。まあ、初心者さんは無理して買う必要はないかなと思います。続いて施設系なんですけれども、施設格納庫とかねそういったところは割引はなくて、今回ねシミオンの車両リクエスト報酬2倍っていうのが来てます。これは例えば野良車両とかを盗んだ時にいきなり手配度2とかつくやつですね。こういった車両を手配度消してペイントを変えて不当に持っていくと、まあお金がもらえるよっていうね、リクエストというジョブです。これが報酬2倍になってます。で、ヘリの割引でプラタスというね、このヘリがちょっと高級感あるやつですね。これが割引となっているので、まあどうしても欲しいよっていう人は、まあ入手してもいいかなと思います。初心者さんは無理して買うほどのものではないかなと思います。続いて、アパート系は今週割引はもう終わっちゃったんですが、なんとオフィスが割引 50% というわけで、これちょっとよく考えてみると、先週は 60% 引きでした。で、今週が 50% 引きといって、まあ、先週ね買いはぐっちゃった人は今週は買っといた方がいいかなと。で、オフィスなんですけど、これどこ買ってもほぼ同じなんで、一番安いとこでもいいと思います。で、オフィス例えば持ってるのに引っ越しをするとガレージはなくなりませんが、オフィスのカスタムとかはね一度デフォルトに戻っちゃうので注意です。オフィスの金庫などが今週割引となっています。まあ、金庫あんまり使うことないんじゃないかなと思います。まあ、武器庫の方がね多分使えるかなっていう感じですね。続いて報酬3倍なんですけど、敵対モードでこの救出大作戦っていうね3人からのジョブで、これもなかなか面白いんで、後でねやった様子をライブとかね映像を含めてちょっと案内していきますね。これはね一人大統領みたいのがいて、あとは守る人と、それをね狙う人みたいなね3つの役割で分かれて戦うような感じですね。そして今週の割引、スターリン GT というね車両なんですけど、これがなかなか渋い感じなんでおしゃれじゃないかなと思います。渋く決めるといいかなと。で、こっちは911の方ですね。これもなかなかねカーミーティングで何台も見かけたんで人気あるかなと思います。で、これが初代のエンティティで、まあ、エンジンサウンドとかねマフラーサウンドも結構かっこいいです。吹き抜けるような感じの音ですね。さらにね激アツの CO ボスジョブ報酬2倍というわけで、これ CO に登録っていうのは5万ドル以上持ってればなれるんですけど、これのジョブヘッドハンターとかね、または強引な取引とか、こういったものが報酬2倍になってます。これ招待限定セッションで1人でできて、しかもめちゃくちゃ簡単です。例えばバザード持ってたりとかスパローを持ってたりとかオプレッサーマーク2持ってるとかだとめちゃくちゃ簡単なんで、で、これがね普段だと、まあ、大体2万ドルぐらいしかもらえないか2万5000ぐらいかなっていう感じなんですが、これがねすごい早くクリアしても4万ドル超えると、多分ちょっとゆっくりめでやったらもっとね報酬高くなります。続いて
このねオフィスの割引から継続されたこの、今度はね車両のね、倉庫ですね、これが割引となってます。でこれの始め方なんですけれども、オフィス購入の初心者講座を固定コメントから初めての人はよく確認してください。公開セッションなどに行き、仕様に登録して仕様のオフィスに行き、パソコンを開くとこのように3つの画面出ます。で真ん中の車両取引というのが今回この倉庫が割引となっている。さらにこれのビジネスですね、車両取引というのは、車をね持ってきてで集めてでいろんなね、ジャンルに分かれるんですけど、高いやつ中くらいのやつ安いやつって分かれて、集めるっていう感じで、それを後で売却していくと。で今回倉庫がめちゃくちゃ安くなってます。これ結構おすすめです。普段は高いんですね、すごい高いのだと300万近いんですけど、これがあることで例えば特殊車両、 CO の特殊車両ですね、これを保存できる、購入することができるようになります。 CO の特殊車両はランプバギーとかロケットボルテックとかそういったでっかいやつとかですね。で CO の車両取引というビジネスが報酬2倍となっていて、これ基本多分ねソロでやってる人多いと思うんですけど、ソロの場合は売却は1台です。で報酬2倍の期間中なんで、これ普段は1台10万ドルで売れるところが20万ドルとなっていて、盗んできた車両をこのように保険を外したりとか、もしくはこれカスタムね、自分の好きなように色を変えたりとかして、カスタム代はかかんないんですけど、これを売却しに行くと。で結構コメントに多かったのは、カーゴボブとかで釣っていくとこの車両にダメージをなるべく与えずに持ってって満額もらいやすいんじゃないかなっていう感じでしたので、カーゴボブ持ってる人はそういった感じでやるといいかなと。運転をね安全に運転に行くんであれば、ダメージを与えなければ、報酬が減らないと。でフレンドさんとやると最大4台を売却で一瞬で80万ドルを稼げました。例えば MTU とかの数値をいじくって、公開ソロセッションとかでフレンドさんとやるとなると、ジョブをやってる途中でね、退出とかになっちゃう可能性あるので注意してください。では面白い報酬3倍の救出大作戦なんですが、これは役割が3つに分かれます。で1人が大統領みたいな感じで、旅客機がね墜落して、そこのね、大統領がそこを逃げていくと。でそれを狙うターゲットと守るボディーガードっていう感じで分かれます。でチーム戦みたいな感じなんですけれども、これ乗り物、ワルキューレとかあるんですが、これね助手席に乗ったね、強い武器っていうのは使えませんでした。なんで移動とかに使う感じかなと思います。また、自分のねチーム、ボディーガードでも、大統領の位置がね携帯を開いてね右下のねなんかレーダーみたいなやつで見ないと、ちょっとどこにいるか分かんないって感じです。で大統領は仲間を助けてもらいたいときは、信号銃を撃つっていうような感じでしたね。で今回ボディーガードでやっていきますけど、たまたまね大統領見つけたんでこのまま、拾ってで、逃げ切ると。またこの大統領のねコスチュームもスーツにちょっとバッジがね、アメリカのバッジがついてるんですね。ちょっと珍しいかなっていう感じですね。というわけで今週はソロのお金稼ぎね結構ねありますので、次の動画で今週のお金稼ぎクイックアップデートまとめ2をね、案内していくので、チャンネル登録をお見逃しなくよろしくお願いします。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。Smoke weed every day.